上げまして、おぉいいぞ、取るぞ、ダメだ、どうしよう、おぉ無事でしょ。今回はね、太平洋に浮かぶパラオに新しくできました水上コテージに泊まってみたいと思います。今日は今からパラオに行きますということで、韓国からコロールとか書いてますね、そちらに今から行きますということで飛行機乗りたいと思います。パラオはね、直行便がないんですよ。まあ屋久島ぐらいの、まあ、大きさで、そんなに大きな島ではないんですよね。1994年独立したばかりで、世界でも有数の、まあ、親日国で、空港の職員さんも日本語で話しかけてくれる、まあ、そんな感じでしたね。韓国からということもあって、まあ芦屋航空があったのでね、でこちらで行ってまいりました。今から行きまーす。5時間なんで寝まーす。今日はですね、パラオにありますパシフィックリゾートにやってまいりましたということで、唯一水上コテージがある、まあ、ホテルです。コロールっていうね、都市に、まあ、あったわけなんですけども、ハネムーンとかでね、行く方も結構多いと聞きました。ビラ&バンガローって書いてありますけども、久々の水上コテージですね。こちらは新しくできた場所らしいですよ。今日は久々なんでちょっとテンション上がってますけども、早速中入っていきたいと思います。こちらがフロントなので中入っていきましょう。おしゃれなフロントですよ。なんか南国なわけですけどね。あ、ユニアマップがあるよ。こちらは本当に広い敷地でですね、美しい海といろんな宿泊施設があって、こちらも行ってみましょう。これなんか多分宿泊者は自由にどうぞスペースだよ。ドリンクはね、こう飲み放題ということで、ちょっと今からつまみたいと思います。今日のランチかもしれません。ちょっとね、ダイエットしてますけど、スプライトです。美味しい。美味しいですよ。飲み放題って言ってもね、こんな飲んじゃったらもう、ね、ほんと太っちゃうわっていうことなんで、いつでも美味しいドリンクが飲めましたね。お部屋の前やってまいりました。いやー、スタジオコテージ。なんかもう、来るだけで、テンション上がりますね。今日はこちらのお部屋でーす。こちら1つしかないんですよね。これね、全部貸し切っちゃったんですよ、本当にね。なかなかこれ無理なんですよね。3ヶ月以上前に直接、まあ、ホテルに電話して、押さえて予約したんですけどね。みんなで仲良く泊まりたいと思います。早速中入っていきましょう。久々の水上コテージということで。おぉ、もう、水上って感じですね。ベッドもあって、フルーツも置いてまーす。ウェルカムのシャンパンみたいなのと、ここね、下がこう見えますよ。今だったら下潜ったら僕覗けるよ。そして、こちらが、お風呂、シャワーもちゃんとありますね。テレビもあって、こちらが、外暑い暑いなぁ、外は本当に。ここでは、お、下までちゃんと降りれますよ。でもだいぶ低いからね、飛び込みはちょっと危ないかもしれませんけども。こちらはですね、もう何もないっていう感じで、人もいない感じなのでね。ここでドローンでも上げて楽しみたいと思います。僕もね、水上コテージ結構行ってますけども、本当にここも素敵なホテルでしたね。本当にまた行きたいんですけどね。で、これ下が見れるんですよ。どこもまあ、あの水上コテージそういう作りになってるんですが、ここもね、まあすごい良かったですね。ドローン上げたいと思います。今日もいい映像撮るぞ。テーマになってるんですけど、まあドローンをね、いつもちょっと上げてまして、バーンと上げましてということで、もうすごい映えるんですよ。こうミクロネシア初の水上コテージ、気合入りますよ。いい映像撮るぞって言いますね。これ本当に私が撮った映像ですからね。ね、よく見たら全員ここでみんな手振ってるでしょ。今回も、もう男まみれっていう感じなぐらいね、男だらけでね、5つ押さえて止まるっていう、なんかある意味異様な中盤でしたね。ビーチも人が全くいない。超綺麗ですよ。潮の匂いも、人のいないビーチも、とてもグッドです。300メートルからの美しい白浜のビーチということでね、ホテルのね、宿泊者しか、まあ、いないわけですから、まあ、独占しましたね、綺麗な海を。プールがあります。こちらが宿泊者誰でも入れるみたいですけども、いい響きみたいになってます。綺麗ね。誰も入ってません。眺めがすごいですね。ここでのんびり座れるんでしょうけど、やけどするでしょうね、暑いから。ダメダメ。頑張ろう。インフィニティ少し中入ってみたいと思います。心配するのでね、テビトビ歩きながら行ってまいりましたね。滑ったらこれ、ジャポンだ。どう
どうしよう。できました。お部屋がね、素敵だったんで、まあ、ここはあまりゆったりはしなかったですけども、まあ、いろんなところで見かけるようになりましたけども、でね、ライトアップとかもすごい綺麗でね、本当にいい感じです。こっちも歩いてみましょう。売店あるらしいので、なんか買おうかなと思ってます。いやー、のんびりしてるな、ここ。ギフトショップだって、行ってみよう。売店がね、ありましたね。ここでももうね、いつもこう、水着とか、いろいろ電池服を買うようにしてるんですけども。まだ服買ってないんですよね。カリビアンの時の服だわ。これね、以前着た時の服だったんですけども、毎回ね、私、コスプレみたいな感じですよ。現地の服を着るのが、まあ、習慣というか、もうそれが楽しいんですよね。およ、これは売ってそうですね。次もあるじゃん。では今からですね、ちょっと入っていきたいと思います。よいしょ、下まで降りれるようになってますね。なんだほら、楽しみとかいろいろするなよと書いてますけども。よし、じゃあ入りますか。こういうのを入るときはみんな飛び込んでくれるんでしょうみたいな感じなんですね。でもね、飛び込むことは大変ですよ。まずね、温度チェックしますね。わぁ、ほらダメだ、飛び込んだシーンは。リボディは伸ばすように背中にして、気合入れろ、俺気合入れろよ、俺気合入れろ。うわぁ、いけた。あれ、足つく、つくけどつかない。入りました。気持ちいいよ、ふかふかしていいよ。あの調子のためいいわ。やっぱりいいよね、この水上御殿っていうのは。ちゃんとすぐ出れるからね。これね、上から見たガラス越しのね、私。気まくらだ。スパーリましょう。本当にこう、人気がないビーチ。ずっと人いないよ。人気を伺ってしまいますけども。せっかくなんでね、スパがついてるとすぐ私スパ行っちゃうんですよね。エキゾチックなボディトリートメントで奥まった場所にある包まれたとこです。じゃあ、かわいいウェルカムドリンクを用意いただきました。海外ってね、本当なんかいろんなドリンクありますね。なんかすげえ、生姜の、もちろんね、ここも本当に最高でしたね。バッチリリフレッシュしましたね。また夕垣も非常に綺麗ということでね、美しいサンセットが見えたのでちょっと見に来たんですけども、サンセットをとても美しく楽しませていただいて、ほら男同士ついに乾杯いたしまして、可愛い料理が出てきましたよ。ほら、ロックアイランドですよ。食事はめっちゃ出てきましたけども、こちらがメイン見てきましたよ。切れ味がすごい。これ本当にね、美味しかったんですよ。なんでかなと思ったら、日本人が作ってるっていう、そんな美味しかったんですよ。これも面白いですよね。まあ日本でもね、見たことありますけども。じゃあ、これ、お湯入れますよ。わーお。はい、膨らんでまーす。なんでこれこんな青く光ってるの？めっちゃ綺麗。下光らしてるんだ。すごいな。プールのね、先ほど言ったこのインフィニティプールがね、下がね、いい感じでライトアップ照らしていただいてるんですよね。本当に幻想的でしたね。ハンモックインパラオゆーらゆーら敷いてます。あー気持ちいい、軽くなる。近隣でね、行く水上コテージ、私ほとんどもう制覇していってるんですけども、また行きたいなと思います。以上です。